10年前に行方不明になった女の子です。天の世界への入り口があると、その入り口を箱神佐和子様がどこにでも作り出すことができるのです。不毛村、天は私に力を授けてくれた。村が消えている。間もなく私は殺されます。教授は何をしているんでしょうか。さあ、生きてこの島から出ることはできません。出口、キスしてやる。え、この先には死が待っている。助かる方法が一つだけあるぞ。 Don't be afraid。 お前らのやってることは全部お見通しだ。ブラジル。その呪術は間もなくこの世の終わりが来ると言っています。これからお前たちは順番に一人ずつ死んでいく。この船どこに向かってるんだ。ムシブラムラ。ムシブラムラ。ムシブラムラ。何考えとんねん。小さな子供たちが私の目の前で鼻や口から血を流しながら死んでいくんです。あの呪術には到底太刀打ちできない。バッチコーイ。そういうわけか。ごめんね、ナオコ。お父様。みんなが助かる方法が一つだけあるんです。大事なことを忘れてました。全部あなたが仕組んだことだったんですね。私も彼らを許しません。分かったんです。なぜたった一人の霊能力者を必要としていたのか。上田さん、さよなら。